もうヤクモ来たらカロリー高いってねえ。大丈夫かよ。あいつ寝るってツイートしてたらしいけど大丈夫か。でも確かに眠いとは言ってた。配信してんぞ女。おはようございます。おはよう。寝る？いいよ寝ても。いや嘘嘘、全然いいよ、何もしなかったし。いやお前声かわいい。え、姉さん何もしなかったし。いやもう本当もうめちゃくちゃ寝たかったな。先輩に誘うことはないですね。じゃあ寝ろよ。怖いですよ。じゃあ寝ろよ。じゃあ寝ろよ。なんかあったら私寝ろよ。断ったら何があるかも本当に。じゃあ寝ろ。リサちゃんなら断られたの。ひなあのだけは断れなかった。寝ろよじゃあもう。間接的に今私のこと見下した？もしかして私の誘いなら断れるっつった今。え、ランクいくつですか？うん、プラチナ。出てた。ああ、そうなんだ。さよなら。嫌いなんじゃないよ。イライラする？好きだけど、うざい。え、なんかさ、うん、思うんだけど、え、うん、なんかさ、こう、なんだね。結構私さ、うん、なんかもううざいとかキモいみたいな言うけどさ、うん、もうもっとなんかみんなデレデレした方がいいかな。いや、いいんじゃない。なんか逆にデレデレしたら気持ち悪いかも。そこまで言わなくても。なんかひなのちゃん、ひなのちゃん冷たいよねみたいなさ。分かってないよ言われるわけ。ひなのって何？ひなのって何？え、ま、な、何？どういうこと？ひなのって何？ひなのって冷たいよねって。ひなのちゃん冷たいよねみたいなさ。それはね、プロレスともが分かってないよ。すごい鼻で笑いながら言うじゃん。マジレスで。マジレスオタクですいません。いやオタクプロレスともご存知ですか？大丈夫か？すごい早口。お前がオタクになってる。落ち着いて。大丈夫か？声優を。分かった。やっぱキャラ変した方がいいのかなって。あ、めっちゃ嫌だ。やだ。あ、ベリちゃんすごい。ベリちゃんすごい上手。あ、なんか私なんか全然構わないなって思って。うわー、友達やめそう。え、そんなことないよ、リサちゃん。え、でもやっぱりリサちゃんの声って可愛くて綺麗で、え、なんか私なんかに全然、なんか私なんかと友達でいいのかなみたいな。そう全然思うんだけど。あ、いいね、いいね、それでいこうじゃん。いいのかよ、ふざけんの。このままそれでいこうよ。無理。全然無理。キャラチェンしよう。いや、無理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 。きついきついきつい。キャラチェンするから、みんなのキャラチェンする。え、どういうキャラチェンする？じゃあ、私がひなあのやる。そう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 。じゃあ、ひなあのがお嬢様。で、私がヤクモ。オッケー。ケンナオ。ひなの先輩どこ行くんですかこれ次。見せバカ行くんだよ。早く行けよ。見せバカ敵どこだよ。待っててます。はい、どこですか。怖い敵どこですか。こっちか。はい、了解です。あ、そんなんか。いや、逆に私もそんなんなんだ。なんかやだな、こう思われてるみたいな。そうだよ、こう思われてんだなって思うからさ。やなんだけど、普通に。いい、あ、そんなバカしか語彙力ないかもしれない。あ、開けないといけない、開けないといけない。おい、怖いよ。ね、私そんなんかな。やっぱやめた方がいいかな。客観的な、あれしねていいね。そうそうそう、そんな感じよ。やっぱ直した方がいいかな。いいな、客観的に聞いたら余計に直した方がいいかなと思ってきちゃった。あ、いるいる。誰だ今。あ、いるよ、いるよ、バカ。語彙力長すぎるんだよ。あ、コースピック、ロー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 。あー、ね、
ろ詰めろ詰めろ詰めろ、あの人は私の馬割られて光栄だろうな。あ、ここいっぱいいますよ、避難先輩。ちょ、リサちゃん前出過ぎじゃない？ちょっと危ないですね。ごめん、ごめんなさい。見たかも。どこ行ったの？どこ行ったの？ちょ、もうやめない？やめよう、やめよう。リサちゃんに、リサちゃんに私のお店ある。やだわ、なんか。屈辱だ。